バーソロミューストッカーによる肖像画。ヘンリー・フラットはアイルランド王国の政治家。アイルランド王座裁判所主席裁判官、ウォーデン・フラットの被着室子であり、ヘンリー・グラタンと共にアイルランド愛国党の指導者を務めた。アイルランド庶民院議員を30年ほど務めたほか、1780年代にはグレートブリテン庶民院議員も務めた。 アイルランド王座裁判所主席裁判官、ウォーデンフラットとホワイトサイド氏の被着室氏として、1732年に生まれた。1747年から1750年まで、ダブリン大学トリニティカレッジで教育を受けた後、1751年1月19日に、インナーテンプルに入学した。また、1750年12月1日に、オックスフォード大学、 クライストチャーチに入学1752年12月12日に MA の学位を習得した。裕福な家族に生まれた上、影響力の大きいベレスフォード家の娘と結婚して多くの財産を手に入れたという。1759年にアイルランドに帰国してキルケニーカウンティ選挙区選出のアイルランド庶民院議員に当選した。翌年に 国王ジョージ二世が死去すると解散総選挙になり、フラットはカラン選挙区の候補者、ジェームズ・アガーの当選無効が宣告されると、その補欠選挙で当選した。この時代、アイルランド庶民院は憲法上グレートブリテン数密院の下にあり、独立した立法権がなく、官僚の任命もロンドン政府に掌握されていた。また、アイルランド庶民院には、 国政政党と言える組織がなく、政府に反対するという意味の野党も数年前にようやく成立した程度だったが、フラットは議員就任してすぐ野党に加わり、議会における勢力的な活動により、アイルランド庶民院における野党が形成されていった。フラットの主張した改革は、議会会期の短縮、アイルランドに重くのしかかっている、年金支払いの軽減。 アイルランド民兵隊の設立、アイルランド議会の独立立法権の承認という4点だったが、これらの主張はそれまでいずれも議会過数密院で否決されている。そのためか、1760年に即位したジョージ3世の治世初期のアイルランド政界には大きな事件がなく、フラットは1767年にはクレートブリテン庶民議員への選出を求めたが、失敗に終わっている。 1767年10月、第4代、タウンゼンド社策ジョージ・タウンゼンドが、アイルランド総督に就任した。アイルランド総督の代替わりに伴い政府の態度が、変わり、人気取りの一環として8年議会法の可決を、許した。これにより、総選挙の回数が増え、アイルランド庶民院の構成がある、程度世論を反映するようになった。しかし、 それまで選挙区を掌握していた支配層は脅威を感じ、以前は敵対したフラットに一時的に接近するようになり、1768年にロンドン政府がアイルランド議会の憲法上の地位を再確認しようとした時はそれを拒否した。そして1768年5月に議会が解散され総選挙が行われることになり、フラットは カラン選挙区とロングフォードバラ選挙区で当選したが、引き続きカラン選挙区の代表として続投したと、決闘を行うことになり、結果的にはフラットが、アガーに、致命傷を与えた。議会が開会する前、タウンゼンド施策はフラットに感触を与えて、味方につけようと本国に強く求めたが聞き入れられず、結局1769年2月に議会が開会すると、 クレートブリテンスミツインから送られてきた金銭法案はアイルランド議会で提出された法案ではないという理由で否決された。ロンドン政府は1769年12月26日に突如アイルランド議会を閉会して14ヶ月間かけて代々的に買収を行うことで対応しようとしたがフラットも常に政府に反対するようになり、また タウンゼンド死者の召喚を目指すようになった。1771年2月に議会が開会すると、またしても、金銭法案が、フラットの道義により否決され、タウンゼンド死者は、翌年に、ロンドンに召喚された。フラット、ハーキュリーズ・ラングリッシュ、ヘンリー・グラタンラによる、この時期の政治に関する文章は後に、バラタリアナとして出版された。 議会闘争でアイルランド総督を撃退したことにより、フラットは大きな名声を得た。タウンゼンド死者の公認である初代ハーコート伯爵、サイモン・ハーコートはより自由主義的な政策を採用した。フラットは今度は野党活動を取りやめ、不在地主への課税案を指示したが、この法案は結局否決された。ハーコート伯爵は野党の大反発を防ぐには、 何としても、フラットの関心を買わなければならないと考えて、フラットと交渉を重ね、ついには1775年10月に、アイルランド福岡倉卿への就任を同意させることに成功した。その後、1776年の総選挙において、フラットの当選無効を宣告されたが、エニスキレン選挙区の補欠選挙で当選して、議席を取り戻した。 改革以前の庶民院で野党として、戦うより閣僚を務める方が政策を推進できると考えた可能性もあったが、結果的にはフラットは、官職就任に同意したことで影響力を失い、アイルランド愛国党の指導者という地位は、ヘンリー・グラタンに譲ることとなった。フラットは、首相のオス教の対アメリカ政策を支持したことで、人気を落とし、特にフラットの在任中に、 アイルランドからの輸出が2年間禁止されたことと、アイルランド兵4000人がアメリカ独立戦争に派遣されたことが不人気であった。1778年にフランスがアメリカ側で参戦したことがフラットにとっての天気となった。フランスの参戦により、アイルランドはフランスからの侵攻という脅威にさらされることになり、しかもイギリス本国は守備軍を提供できなかったため、 アイルランドの守備はアイルランド義勇兵に頼ることとなった。アイルランド義勇兵には数週間で4万人以上が集まり、フラットも大佐として義勇兵に参加した。アイルランド義勇兵は最初は本土防衛のみを目的としたが、やがて貿易制限の撤廃を要求するようになり、フラットも1779年に議会で演説して植民地との自由貿易を支持した。 植民地との自由貿易は同年中に達成されたが、フラットの演説は、政府の立場に反するものであり、アイルランド総督第5代、カーライル伯爵フレデリック・ハワードの要求により、フラットは1781年秋に、福岡倉京都、数密顧問官を罷免された。野党に戻った、フラットだったが、野党の主導権はすでにグラタンの手にあり、フラットは、 ポイニングス法廃止法案を支持する演説で、この議題を20年間も研究した後、議題が私の手元から奪われたと愚痴を漏らした。これに対し、廃止法案を提出したバリー・エルバートンは、フラットの与党入りを離婚に例え、結婚し、一緒に住んでいる夫婦の場合、妻を夫から奪うことは犯罪である。しかし、夫が妻と別居し、妻を7年間も見捨てた場合、 他の人は妻を連れて行って保護することができると反論した。その後、アイルランド議会の立法権をめぐるグラタンの動議を指示したものの権利放棄法をめぐる論争でグラタンと決裂した。一方で、アイルランド総督ポートランド公爵がフラットを再び数密顧問官に任命するという誤報が届いたとき、フラットは即座に就任を拒否した。また、 1783年11月と1784年3月の2度に、わたって、議会改革法案を提出したが、いずれも否決されている。1783年11月の提出にあたって、事前に、義勇兵団体と相談していたが、アイルランド議会はこれを外圧と考えて、抵抗、結局義勇兵団体は、解散に追い込まれた。1783年10月、 第3代シャンドス公爵、ジェームズ・ブリッジスから購入した形で、ウィンチェスター選挙区の議席を得て、グレート・ブリテン庶民委員議員に就任した。フラットは1783年12月8日の諸女演説で、チャールズ・ジェームズ・フォックスの東インド法案に反対したが、ホイック党にも、トーリー党にもつかない立場であり、また、両党の議員から演説を告表された。 1784年イギリス総選挙でウィンチェスター選挙区の議席を失ったが、1785年3月にシーフォード選挙区の補欠選挙に出馬、選挙無効と申し立てを経て1786年4月に当選が宣告された。その後、1787年2月にフランスとの通商条約に反対し、1790年3月に、 議会改革法案を提出した。この改革法案は、ホックスとエドマンドバークから称賛され、フラットが名誉をある程度挽回する形となったが、首相ショーピットが改革を支持せず、結局旧会同義が可決されたため改革法案も流れた。1790年イギリス総選挙では、グレートブリテンでもアイルランドでも議席が得られず、フラットは、 キルケニー県ファームリーにある邸宅に引退した。以降そこで予定を送り、1791年12月2日に死去した。ピーター・バーローズなど、同時代の人物は総じて、フラットの能力を高く評価したが、ブリタニカ百科事典第11版は、フラットの演説者としての能力が、ヘンリー・グラタンより、下と評している。グラタンは、フラットと決裂した後も、 フラットを尊敬しており、ジェレミー・ベンサムはグラタンなど、アイルランド愛国党の議員が、義勇兵団体の維持をめぐって、フラットを支持していたら、フラットの議会改革法案の結果も変わっただろうという意見を持った。1762年4月13日、フランシス・マリア・ベレスフォードと結婚した。二人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。